お話を伺うのは村尾健幸さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは本日のお題をお願いいたします。三つのふで、ふから始まる言葉のまあ生き方なんですけれども、一<ー>つ目のふはですね、振り返るです。あ、なるほど、そういうふに進むわけですね。振り返る生き方をしましょう。これまで生きてきたことっていうのをちょっと、うん あの振り返ってみましょう,ってう。うん、まあ、私はお寺で供養してますけどですね。うん、まあ、こうやって。専属用するっていうことも一つの振り返る生き方ではないのかな。うんうん、なるほど。まあ、亡き人、ちょっと思う。そうした時に。うん、あの、その頃の自分もそこに。やっぱり思い出として。浮かんでくるかと思います。そうですね。亡き人が。 と一緒に過ごしたかつてのはいうん、うん、そうした時に、まあ、これまで生きてきたことを振り返って、うん、まあそこに例えば自分の,あの反省点です、ねうん、失敗とかがあったらそこで反省をしましょうっていう、うん、まあ仏教では「懺悔という言葉が、まあ、あの俗に言えば「懺悔」例えば健康さんでそのなんか振り返ることってあるんですかよく振り返ってなんか「ああ」みたいなのってあるんですか <laughs> いや 実はですね、私ももう本当に苦い経験があるんです。<ー>もう本当はですね、もう思い出したくもないような、えー、あの辛い思いをいたしました。はい、で、まああのうちのご本尊様はですね、ちょっと先ほどお参りしていただいて、はい、あのわかるかと思いますけど、うちの仏様は割とも立派新しい,い<や>、ね、そうでしょう。はい、そうですね。いや大変立派でいやそう新しいですよね。はい。はい、平成になってからの でこのご本尊様をあのお迎えする前にですねとってもつらい事件というのがありまして、うん、それは前のご本尊様を破壊されるという、うん、本当につらい事件があったんですすい,いんですかちょっと心神喪失者の方がでお寺、まあ、親が父親があの連れてきたんですけれども、うん、で連れてきた時にはもう本人手足あの縛ってで本人はもうちょっと。えー あの今にもこう暴れ出すようなもう目つきギラギラしてで父親は何かに取り付いたからちょっと払ってくれっていう形で来られたんですで私はもうちょうど朝あの外にですねゴミ出しをしておったもんですからちょうど外にあのその方が来たもんですからまああのそ,のともうその場で私もあの不動御神言を「ノーマックサーマンだ」って言いながらその人の背中をさすりながら叩きながら一心にこうお祈りを しますとまあ、やがてこうスーッと落ち着いて、うん、まあこれで大丈夫かなって私も思いましてですね、うん、でそれであそしたらじゃあ本堂上がってご本尊さん拝みましょうかということで本堂の中に上がっていただいたんですでそれでもう手足縛ったものもあのちょっとこうほどいていただいてですねでそこで私がまたあのご本尊様に向かってちょっとお参りしますということでお経を げてたんですけども気が付いた時には正面からトントントーンとこのご本尊様段上ってもう仏様叩きようとして揚げ句の果てには本堂の中走り回られてもひっちゃがみっちゃがにされてしまってあ警察まああのそうですねもうそれからもうすぐに警察に電話し,しまして取り合わせを抑えられてもらったんですけどもまあ心神喪失者ということで刑事事件にはならずに。 とということはもう,もう泣き寝入りですね取り憑かれてることではなくして、うん、薬によるものだったんですよ警察の調べで<ー>で本人が「死ん頼をちょっとやっておりましてですねですからまあ払うとか何かっていうだっ状態じゃないでちょ,っとちょっと状況は違うわけですね <laughs> 来るところがちょっと違ったというところだったんですね結果ですね私もちょっとそういう方を迂かに本当に上げてしまったということがもう今での、うん 反省点。二つ目の負がですね。次は二つ目の負ですね。はい。はい、踏み出す。生き方です。おお、振り返るの次は踏み出すの。はい。はい、まあ、仏教では精進という。言葉がございますね。ね。はい。人格の向上を目指して努力を。すること。うんうん、まあ、私もですね。このご本尊様の。事件で相当にも。落ち込みました。やっぱり住職になって、で、何百年。 と立つ仏様が破壊されたものですからす、うん、まあしかし、まあ、落ち込んでばっかり追っても、うん、やっぱり前には進めませんのでですねうん、うん、ですから、まあ、どうにかせんといかんということで、うん、まず見積もりを仏具屋さんにお願いしますとかななり現実的な話ですよ、ね、<laughs> 250万以上の見積もりが出ましてですね <laughs> 結,構結構それ<ー>結構泣き寝入りの自己負担なわけでしょそうですねでどうしたもんかなとあの思って。 でですね、でこのまままた修理しても、まあ、元にしか戻らない状態ですよね最大よくてですね、うん、なるほどねその壊れたものをねもうもねそのことをもう,うん、うん、ご本尊様は新たにしようっていう考えになりましてお檀家さんが拝んでた仏様の思いっていうのも大事にしたいわけですからその仏様もですね今のご本尊様の体内の中に入れ込んで、まあ、体内仏として。 なるほど。それで三体。じゃあ生きてらっしゃるわけです。な中にそれぞれの中にね。破損したその仏様は、ああ、じゃあ要するも新しい体を手に入れたわけですね。そうですね。そうです。仏様。ある意味ね。魂は同じということ。ということですよね。よりより新しくよりビッグになったパワーアップって形でか。そういうことか。いやでも。 見事に踏み出されましたね。そうですね。おかげさまで。あの立派に生まれ変わりましたもんね。おかげさまですね。三つ目の不はですね。触れ合う。なるほど。触れ合うの不はい。触れ合う生き方をしましょう。まあ、私たち人が生きる中で。まあ、自分一人の力で私たちは。まあ、生きているわけでは。ございませんですよね。ご本尊様の。この事件もですね。私はやっぱりこの。人との。 触れ合いによってこう助けられましたっていうのはあのたまたまですねあの事件が起こったその日にですね暗く沈んでいた時にあの佐世保の当然氏様からあのたまたまお電話をいただきまして偶然にお宅の神でお世話になったあの方ですね奥島誠修さんはいそうですはいはいはいその方がもう偶然にあの電話をかけてきましてでうちの嫁がですね。 その電話を取ったんですけれども何とも言えなくなってこうもう,こう涙がうちの弓が出てきて、うん、で話し声に声を詰まらせたわけです、うん、そうしますとあの奥島さんが、まあ、それに察しまして、うん、どうかしたのと、うん、いうことを尋ねられましてあの事件が起こったんですよということを電話でお伝えしましてそうしますとですねもうすぐに うちの方に駆けつけていただきまして、<ー>でもう一人ですね、はい、あの鹿町の町員さん、あえっ、ー、と石田光洋さんですか。そうです。光洋さん、お二人ずつお世ましたもうその二人がもう本当にこうすぐにうちの方に駆けつけてくれて、同じ宗派の方々ですよね。はい、そうです。がすっとこう手を差し伸べる、そこでも触れ合ったことによって、まず心が救われたわけですよね。 本当に救われましたですねあ,<ー>であとはやっぱりお檀家さんの新しいご本尊さんをお迎えするにあたっての、うん、まあご寄進と、ねまあ、いろんな戒厳法に関してのご準備等でやっぱりお檀家さんもですね本当におかげさまでこういう立派な仏様をお迎えされてお大師様の言葉にですね「ええ、あの経路いだ知らず」。 巷に臨んでいくくたびかなくという言葉がございまあこれは若き日のお大師様の言葉なんですけれども、うん、経路というのはまあ人生の進むべき道ですね。うんうん、で「ちまというのはあの分かれ道分岐点ですね。はい、でその,あの分岐点に立ってお大師様でもですねどれほど泣いただろうかっていうことをあの言われておられますやっぱり私たちでのこの人生の苦しみ 悲しみ、その現実をしっかり心で受け止めて、そしてそれを理解した先に人としての成長はあると和田氏さんはこう言われておられます。まさにそのお言葉通りの体験をされたということでしょうか。そうですね。まああの人生の中でまあいろんなあの失敗悩むこと辛いことがあってもまあ三つの負の生き方で一旦はちょっと。 振り返って反省参、うん、議をして、うん、そしてそこから次は前を向いて、うん、一歩一歩、うん、あのー、進むまあ踏み出す精進をして、うん、そしてまあ触れ合うご縁で、うん、まあ人としての輝きができてくるんではなかろうかと思います。うん、とっても仁人といたしました。<laughs> 本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。